ビッグサンディ遠征は南北戦争の初年1861年9月半ばに始まったケンタッキー州における北軍の初期作戦である。ウィリアム・ブル・ネルソン淳将がケンタッキー州メイズビルで新しい旅団を編成し、東ケンタッキーのビッグサンディバレーに遠征し、ジョン・エス・ウィリアムズ大佐の下に南軍部隊が拡大するのを止める命令を受けた。この遠征は3段階で行われた。 最初は9月21日から10月20日であり、ネルソンがオハイオ州とケンタッキー州から志願兵5500名の旅団を集結させた。10月23日、本体を2つに分けたうちの南の部隊はケンタッキー州、ヘーゼルグリーンを確保し、北の部隊はドーウェストリバティを確保した。2部隊はセーラーズビルで統合され、10月31日に、 最終段階に入った。それが11月8日のアイビーマウンテンの戦いであり、11月9日には、南軍がパイクビルから撤退することになった。1861年9月の第一週、南軍のレオニーダス・ポーク少将が、ギデオン・ジェイ・ピロー・巡将に、ケンタッキー州ヒックマンまで部隊を進軍させたときに、ケンタッキー州が取ろうとしていた、中立政策が終わった。 9月18日、ケンタッキー州議会は、州外から北軍が入ってくることを認めた。翌日、ケンタッキー州軍の全指揮官サイモン B ・バックナーが、ボーリンググリーンに南軍の作戦本部を設立し、一方フェリックス K ・ゾリコファー指揮下の部隊が、バーバービルを占領した。それから間もなく、ノックスビルから両軍に、コネがある新聞記者がカンバーランドフォードに到着し、 4個連隊、大砲6門の野砲大隊、騎兵4個中隊の合計約3200名を引いてきた。このことで、東部ケンタッキーのビッグサンディバレーで増加した南軍がマコーマックの谷を通ってブルーグラス地域に入る意図が見えてきた時に中央ケンタッキーに差し迫った脅威を与えた。これに反応した北軍のジョージ・ヘンリー・トーマス淳将がキャンプディック・ロビンソンから来た部隊に、 南東ケンタッキーに入り、ビッグヒル、リッチモンド、レキシントンに対する、いかなる動きにも守るよう命令を出した。元アメリカ合衆国副大統領のジョン、ブレッキンリッチとその南軍の同僚、ハンフリー・マーシャル・タイザが、平和支持者と州の権限支持者に、訓練のためレキシントンに集まるよう呼びかけして、心配ごとを増やした。両人ともその代わりに、マウント・スターリングに出頭して、 西バージニアの南軍に加わり、パイクトンに駐屯する東ケンタッキー軍の指揮官に着いた。その数日後、ブル・ネルソンが、ケンタッキー州ワシントンに近いキャンプケントンに、作戦本部を設立したことを公表し、ケンタッキー州における反乱を終わらせるために、志願兵に武器を渡し、装備を与えると宣言した。新聞、フィラデルフィアプレスは、反乱軍が、 ビッグサンディガーのオハイオ側に合流する場所を抑えることをビッグサンディ遠征隊が防ぐことになると考えていた。このことは西バージニアのウィリアム・ローズクランズ巡将の公営と左翼を守り、ネルソンにワイルドキャットマウンテンを補強させ、ゾリコファーをノックスビルに押し返させることになるはずだった。ネルソンはバス軍のオリンピアンスプリングスを出発地域にした。そこを この有名な温泉の所有者であるハリソンギルからキャンプギルと名付けた。そこはオーイングスビルの下流8マイル、マウントスターリングの東20マイルにあった。そのすぐ下、マウンパウンド道路がマコーマックの谷を抜けており、そこがプレストンバーグからブルーグラス地域への入り口になっていた。1861年9月29日、ジョン・スミス・ハート少佐が民兵参個中隊で、 その重要な賛同を確保した。10月8日、ルイス・ブラックストン・グリークス・ビー大佐が、ハートの部隊200名に、自隊の300名を追加した。ジェームズ・ペリー・ファイフ大佐が、オハイオー第59主願不評連隊をキャンプ・ケントンに、進め、レナード・エイ・ハリス大佐が、オハイオー第2主願不評連隊を率いて、オリンピアン・スプリングスに到着した。ジェシー・ S ・ノートン大佐が、ニコラス・ビル・ プレストンズバーグ近くの農場では、南軍のアンドリュー・ジャクソンメイト・ジョン・フィックリン閣、大尉が、セロゴルドの英雄ジョン・イエス・ウィリアムズ大佐を助けて、ケンタッキー第5不評連隊を組織化していた。千0名となった部隊は、衣類がみすぼらしく、この不屈な集団を、フロージ連隊と呼ぶ者も,もいた。その中身は、不評9個中隊、騎兵五個中隊、大砲二門。 戦争には適していないような個人持ち武器を傾向していた。1861年10月21日月曜日、ネルソンがキャンプディック・ロビンソンに集めた部隊がワイルドキャット・マウンテンの荒野道路沿いでゾリコハーの南軍と長引いた戦いを交わした。翌朝ネルソンはこれに気づかないまま。 レナード・ハリス大佐指揮下の1600名に大砲2門を持たせ、ウェストリバティまで35マイルを進むよう命じた。水曜の夜明けに、ネルソンは約3500名の兵士及び大砲と共に、ヘーゼルグリーンの前にいた。短時間の戦闘で200名いた、南軍兵のうち38名が降伏した。北12マイルのウェストリバティでは、 500内市700名の南軍病が、戦二21名、負傷40名、捕虜34名を出していた。北軍の損失は、負傷2名のみだった。ネルソンが市長隊が追いつくのを待っている間に、リッキングステーションでその部隊を統合した。作戦は10月31日に再開され、プレストンズバーグに到着した時は、東ケンタッキーのジブラルタルと言われたものが放棄。 されていることが分かった。11月7日木曜日、ジョシュア W シュルタイザがビッグサンディ遠征隊の北部隊をジョンズクリークの方向に進め始めた。そこからは南に曲がって約40マイル進み、パイクビルで敵の後方につけるはずだった。翌朝、ネルソンが3600名の本隊を率いて、九州道をパイクビルに進んだ。かまぼこ型の高さ1000フィート。 長さ約半マイルの丘陵を、アイビーマウンテンに近づいた時に、滝のような雨が降った。ビッグサンディガーの西リバイサ支流が幅7フィートの道路の右手で動きを制限し、膝まで浸かる、泥のために、砲兵は大砲を、放射から外して運ばざるを得なかったので、不評の後について一列で進んだ。パイクビルの約15マイル西で、前衛部隊が道の曲がり角に消えると、 アイビークリークの渡し場に回った。彼らのすぐ前、100フィートほどの丘の上に250名の南軍病が岩、樹木、矢部の陰に隠れていた。午後1時ごろ、南軍兵の持つ二連三段銃や旧式マスケット銃からの青い煙で丘が染まった。次の瞬間、北軍兵4名が戦死し、他に13名が負傷して倒れた。ネルソンはそのサーベルを抜いて、前にと進 目立つ位置にある岩に登って、部下の兵士たちに、南軍兵が彼を撃てないのであれば、彼らの誰も撃つことはできないと告げた。ネルソンは、オハイオ第2不評連隊と同、同第21不評連隊に、山の横腹を登り、北から敵陣地の側面を突くよう命じた。これと同時に、アイビークリークと西リバイサシ流の川口近くに、軽量大砲2門を据えさせ、 敵の強壁に向けて直接発砲させた。午後2時20分ごろ、オハイオー第21不評連隊が丘の長部に到達した。この部隊は大きな岩を南軍病の方に転がしたので、南軍兵はあらゆる方向に散った。30分後、名隊員が部下に木を切り倒させ、橋を焼かせて追跡を送らせた。アイビーマウンテンの戦いは明らかに、 ネルソン隊の勝利であり、戦場を完全に制圧したが、損失は、戦死6名、負傷24名になった。対する南軍は、戦死10名、負傷15名、不明、または、捕虜40名となった。ネルソンは、コールドウォーター、クリークの燃えた橋の向こう、北部支持者、リンゼイレインの家近くで追跡を終わらせた。南軍のウィリアムズは、パイクビルまで交代を続け、 そこで400名の後衛をつけて、残り部隊がパウンドギャップまで後退するのを援護させた。11月9日土曜日午前3時、ネルソンはその部隊に追跡を再開させた。道路の状態が大変だったので動きが遅れ、夜になった時にはパイクビルからまだ5マイルにあった。11月10日、日曜日、早朝、ジョシアルシルの北部隊から出た文献隊が進み出て、 土曜日の午後4時に街を確保したと告げた時に、ネルソンは目標から数マイルのところに来ていた。パウンドギャップではバージニアのウィリアムズ大佐が組織ができず、武装が足りず裸足の部隊のすべてが欠けているが戦う、意志がある部隊をネルソンが蹴散らしたと報告していた。シ,ンシナディコマーシャルは、ネルソンが部隊が適切な輸送手段のない厳しい地形を、 いかに移動できるか示したと書いていた。ネルソンは、バージニアテネシー鉄道を破壊するために、バージニアへの進行を続けると考えていたウィリアムズを、そのやり方が、真に驚かせた。その鉄道は、アメリカ連合国の首都バージニア州リッチモンドと、テネシー州メンフィス、およびミシシッピバレーを、ノックスビルでつなぐものだった。アイビーマウンテンの戦いに関する最初の報告で、 北部の新聞特派員は大幅に誤った報告をしていた。北部の読者は戦争の早期の決着を望んでいたからだった。これらの誤りによってシンシナティガゼットは大きな勝利を得られた一方で東ケンタッキーの作戦はショーマンのキャラバンの通過ほど高級的な効果は得られなかった。500名の南軍ゲリラ機兵が1週間のうちに 装飾的な仕事を行うようになり、多くの金と貴重な時間を使わせることになると結論づけた。後の問題が大きな心配であり、ルイビルでドンカルロスビューエルがウィリアム・シャーマンに代わる理由になった。ネルソンはそこで出頭を命ぜられ、その旅団は11月24日日曜の午後に従った。予想されたように南軍は戻ってきた。その対応で、 ジェームズ・ガーフィールドョ将が、地域に入って、彼らを従えさせる終わっていなかった任務を再開した。This article was derived from Chapter 6 of ドナルド・エ・クラークエス・ザ・ノートリアス・ブル・ネルソンマーダード・シビル・ウォー・ゼネラルカーベンデールユニバーシティ・オブ・サザンイリノイ・プレス2011ザ・ビブリオグラフィー・フォーエー・ショーマンエス・キャラバン 63から78、フォローズ、連邦政府と、州政府の出版物出版された、日誌、個人の記録、回想録、備忘録、講演、その他最初の談話連帯の歴史二次資料記事新聞。ありがとうございます。